ただ沢和弘は日本の実業家、札幌ビールで執行役員を務めた大阪府出身。1985年に港南大学を卒業し札幌ビールに入社した。東北本部仙台市社長や首都圏本部横浜統括支社長を歴任した。2017年に執行役員に就任し、2020年3月まで、 近畿県本部の副本部長を務める。2021年4月に北海道で焼き鳥店、串取りを展開する札幌開発の社長に就任した。札幌開発では初の外部からの社長となる。就任後は不採算店舗を統合する一方、北海道外への展開拡大に取り組むとしている。ABCDE、串取社長に聞く、福島、北関東で 出展構成。日本経済新聞。https コロンスラッシュスラッシュ w w w n i c k c o m スラッシュ nkd スラッシュインダストリースラッシュアーティクルスラッシュ。ディスプレイタイプイコール 1&nm、コードイコール05に&、難位イコールヤズコフック 092WT0Z00、C21A500 万2021年7月30日、閲覧。ABC。 札幌開発、札幌ビール出身の中沢氏を新社長に、日本経済新聞、https、www. 日経 .com、アーティクル、ヤズコフック 1311x レーティ 10c21a400 万アンロックイコール12021年7月30日、閲覧。ありがとうございます。